らっしゃい、ご注文どうぞ。ずんだミルク、ダブルで欲しいのだ。おい兄ちゃん、ついでにお子様ランチでも頼んだらどうだいなのだ。よそ者みたいね、あんま見かけない面だわ。キエナ、この店にはよそ者の席はないのだ。仲良くしようなのだ。僕は枝豆みたいな顔した人好きなのだ。なんだと？ああ、知らない。ずんだもんが一番気にしてること言っちまいやんの。まずい。抜きなよずんだミルク。今まで俺の顔についておしゃべりして墓場に行かなかったやつは一人もいないのだ。誤解しないでほしいのだ。僕は別にあんたが枝豆に似てるって思っちゃいないのだ。ただ枝豆の方がさ、あんたに似てるもんでね。決まった。腰振りヘコヘコのずんだもんを本気で怒らせやがった。やめなよ、そんなもの振り回してるとろくなことにならないのだ。のだ、おめえのお袋でも見分けがつかねえよう刻んでやる。ひょいっと。だから言ったのに、おいおい割り勘だぜ。壊しちまった品物代は。なめやがって、ふざけた野郎だぜ。前こそ枝豆みたいな面しやがって。今俺のこと枝豆って言ったか？気にしてたんだ。ほげー、あ、参った。これじゃ一人持ちなのだ。親父、もろもろつけといてほしいのだ。また後で寄るのだ。いや、あんた絶対来ないだろ。びっくり。もちろんつけさせていただきます。やったぜ。